ビジョナックスは2001年に設立された中華人民共和国の UKL 製品の製造メーカー、聖火大学の有機発光ディスプレイチームを前身とする、とコンサ産維新学講師の2つの拠点がある。ビジョナックスは1996年に設立された聖火大学の UKL プロジェクトチームを前身として2001年に北京市で設立された。独立した。 研究開発部門、大規模な生産部門、マーケティング部門、販売部門を統合したハイテク企業であり、中華人民共和国で初の有機 L 技術を製造したメーカーである。2002年中国初の OLED パイロット生産ラインを建設。2003年 OLED スクリーンとモジュールの少量生産と販売を開始。2008年聖火大学と提携し、 チャンスーショーコンサン市に中国発の大型 UKL 生産ラインを建設。この大型生産ラインは2008年の中国の主要な科学技術、技術、工学の進歩の一つに選ばれた。2010年チャンスーショーコンサン市に新たなアモレット生産ラインを建設し、最大17インチの UKL ディスプレイを生産を開始。2011年アモレットの工業化プロジェクトを 正式に開始。2013年中国内陸部では、初となる自社設計のプモルドとアモレットの両方の生産ラインを建設し、生産を開始。2014年中国本土初の低温ポリシリコンフレキシブルアモレットフルカラーディスプレイを発表。二千十六年から三百億元近くの投資をし、 第6世代アモレットプロジェクトが開始。2018年第6世代アモレット生産ラインが稼働。7.2インチアモレットフレキシブル折りたたみスクリーンを発表。2020年インカメラを埋め込んだディスプレイの量産を発表。ABC 第2回 UKL 証明日本に猛追する中間税。l e d ネクストステージ、二2020年6月14日閲覧。 首相全獣アモレット製、新型示せ採点中国兵、IT 人民網、it.people.com、CN、2020年6月14日閲覧。日経クロステック。中国ビジョノックス、第6世代フレキシブル u k L 工場の状況を、語る。日経クロステック。2020年6月14日閲覧。奇跡で、再、 示せ平和の折半最小1.65枚。js.people.com。CN。2020年6月14日閲覧。日経クロステック。折りたたみスマホの u k ルも中国が名乗り、新鮮の電子店。日経クロステック。2020年6月14日閲覧。全球首下。新化量、陛下。増改、サダ法案、布新、陛下。 z o IT の家 www.ithome.com 2020年6月14日閲覧ありがとうございます。